ビョルビカ地区の開発計画。高速道路や港湾の跡地に住宅などが建ち、高速道路は入り江を横断する人イトンネルに移されるビョルビカは、ノルウェーの首都オスロのセントルム区にある臨海地域。オスロフィヨルドの湾王の入り江の一つに面した地区で、東は1624年の大会以前にオスロの町があったガムレビエン地区に、西は 現在のオスロ中心市街地の南の岬に立つアーケシフース城に挟まれている。ビョルビカの入り江には北からアーケル川が東からアルナ川が流れ込んでいる。ビョルビカの入り江の北にはオスロ中央駅があり、入り江は鉄道や高速道路に囲まれた港湾地区となっていた。しかし2000年代から港湾施設を撤去してのウォーターフロント開発が 進められている。ビョルビカはオスロの文化の新たな中心となることが意図されており、2007年には国立のオスロオペラハウスが移転した。2013年には文区美術館とステネル線美術館がビョルビカの新たな美術館へ移転することになっている。ビョルビカの入り江の海岸線に沿って走っていた高速道路 E18 号線は入り江の中央を沈ントンネルで横断するように、 ルートが変更されることになっており、今まで都心と入江の間に立ち塞がってきた高速道路は撤去され、跡地に集合住宅などが建つ計画となっている。コノルド語では、BJRV、キロといった。街を意味する BR の属格と、入り江を意味する V、キロが合わさったので、街の入江となる。ビョルビカ。まだ海上コンテナが積まれた港湾地区だった。 オスロの町は11世紀頃、アルナ川がオスロフィオルドのビョルビカの入り江に流れ込んでいる。戦略的にも交易上でも重要な位置に建てられた。1100年には死教座になり、1300年頃には人口は3000人に達した。アーケシュフース城の建設は1299年に始まっている。当時のオスロは木造の家屋が立ち並んでおり、6つの教会。 三つの修道院、王の館と司教の館が建っていた。しかし15世紀から16世紀にかけてオススロは衰退した。特に1537年にはデンマーク・ノルウェーでの白爵戦争終結の結果、宗教改革が進展し、カトリックが追放され教会領も没収され、さらにノルウェー王国参事会も廃止されてノルウェーは王国からデンマーク王国の一族衆となった。 これらの出来事で、オスロの経済的基盤は破壊され、度重なる大化も、オスロを衰弱させた。1624年の大化の後、国王クリスチャン4世は、オスロをアーケシフース城の付近に移転させ、格子城の街路を整えてレンガ造りの建物を建てさせ、町の名も自らの名にちなみ、オスロからクリスチャニアへと変えた。クリスチャニアは、木材の輸出港として、 再び繁栄し、新しい町の東にあるビョルビカの入り江は、オセロ港の中心になった。市民は1801年には8,900人に増えている。1917年のオセロの地図のうち、ビョルビカの部分1814年、ノルウェーはデンマークからスウェーデンに割上され、スウェーデンノルウェー同訓連合の下で、独自の憲法や、議会や政府を持つこととなり、クリスチャニアは、 ノルウェーの政府所在地となった。1840年頃からノルウェーの産業化が始まり、アーケル川沿いに工場が立ち始めた。人口の激増と都市基盤の建設で、ビョルビカは大きく姿を変えていった。1835年に1万8000人だった、クリスチャニアの人口は1890年には15万1000人に増加した。 1854年には、クリスチャニアとミョウサ港を結ぶノルウェー最初の鉄道が開通し、クリスチャニア側の終着駅は当初、ヨルビカより東のガムレビエン地区に作られた。この駅をより都心に近い場所に伸ばした上で、増加する列車をさばける大きな駅にしようという試みが続けられ、土地買収の上、ヨルビカのアーケル川河口をまたぐように、 東駅が1882年に作られた。これが現在のオスロ中央駅にあたる。ビョルビカの海側には頭が作られ、その上を東駅から分かれた鉄道の貨物船が走るようになった。1878年には、砕氷船を使ってオスロフィヨルドの開票を取り除いて、航路を年中開放する試みがなされた。こうして1900年には、 クリスチャニア港はノルウェーだけでなく世界の海運でも重要な港になるに至った。ビョルビカのスカイライン1960年、ノルウェーでは自動車販売の規制緩和で自家用車販売数が激増し、新たな道路が求められるようになった。1970年にはビョルビカの埠頭と市街地の間に新たな道路が完成した。一方で、 オスロ市街地の東西で行き止まりになっている鉄道を都心の地下トンネルで結ぶ工事が進み、1980年にはオスロトンネルが開通し、1987年には拡張工事の完成したオスロ東駅が新たなオスロ中央駅となった。オスロ市庁舎の西にあったオスロ西駅は廃止され、駅舎はノーベル平和センターとなり、 その近くでは造船所が1982年に閉鎖された後を利用したウォーターフロント開発によりアーケルブリッケと呼ばれる繁華な再開発地区が1980年代後半から1990年代にかけて誕生した。一方でヨルビカは港湾としての利用が続けられ、1960年代から始まったコンテナ化の流れにも対応したものの次々建設される 新たな高速道路やコンテナヤードなどの港湾施設によって、オスロ中央駅の北側の市街地と水辺との間が、ますます隔てられていった。フィヨルドシティ計画オスロ市は、オスロフィヨルド沿いの港湾や造船所などを再開発し、海辺に新たな市街地を形成する、フィヨルドシティ計画を進めている。アーケルブリッケは、その第一弾であったが、よルビカもその一環として、 再開発されることになった。2010年には、入江の中央に、チンマイ広報のビョルビカトンネルが開通し、これに伴って、高速道路 E18 号線の内入江の、海岸沿いを 1.8km にわたって走る、区間と E18 号線と国道4号線を結ぶ、高架式のラウンドアバウトは2012年までに、撤去されることになった。ビョルビカの湾岸を東西に走るビスピ型通りの、 場所には、ビョルビカの再開発地区の東西軸となる大通り、ダラニング・ユヒミアス・ゲートが建設され、トラムがこの通りに沿うルートに変更されることになる。オスロ港湾局の子会社であるハーブ・ヨンドムが、ビョルビカ再開発を担当している。完成すれば、ビョルビカ地区には4000人から5000人が住む、集合住宅が建設され、オフィス地区には2万人が勤務することになる。さらに、 文化施設の集積により、世界中からの人々がビョルビカに来るようになり、1日3万人の来訪者が見込まれている。オスロオペラハウス2008年には、オスロオペラハウスがビョルビカの一番海側の部分に、開館した。新アレクサンドリア図書館などを手掛けた、ノルウェーのスノヘッタ社の設計、国有建造物管理局の施行で、33億。 ノルウェークローネを費やして完成している。面積は38,500平方メートルで、斜めに傾いた大屋根の上は大階段となって、一般に開放されている。2008年には、ノルウェー議会はビョルビカへの新たな文化センターの建設を議決した。スペインのアバロスヘレロスが設計を勝ち取った、このセンターには、ムンク美術館、ステネルセン美術館、 オスロ公共図書館が入居することになっているが、計画をめぐって、警官論争も起きている。ビョルビカバーコードのビル群、ビョルビカバーコードの円形ダラニング・ユフィミアス通りと、オスロ中央駅の間には、高さ22階建てまでのガラス張りの中層ビルや、高層ビルが12棟建設される計画になっている。オランダの MVRDV やノルウェーの、 ダークアーキテクツの計画による計画はバーコードビルディングスと正式に命名されている。すでにプライスウータンハウスクーパースが入居するビルは竣工しているが、この計画は高さなどをめぐってオスロ市民の激しい議論の的になっている。ありがとうございます。